皆さんこんにちは、ギーハイクスです。本日7月13日の土曜日、ディエラさんに来てます。今日は絶好のゲーハー日和です。日光が隠れてるんで大丈夫な日です。ただ暑いのは変わらないです。珍しく朝10時からもうカメラ回してもらってます。なぜなら今日はゲストがいます。ゲストさんお願いします。こんにちは。こんにちは。ご紹介どうぞ。がんばり .tv からやってまいりましたラバー DJ ゆうづきりなと申します。はじめまして。聞こえてないかもしれないですけど、ラバーズ J のゆうづきりなさんです。ラバーズ J のゆうづきりなです、はい、よろしくお願いします。元気です。まあ本人のゲハイクスが垂れてますけど、もう暑いの無理なんで。はじめましてですね。はじめましてです。ちょっと気になったんですけど、はい、いいですか。ゲーハー X さんってなんでゲーハー X さんなんですか。もともとはキャラクターとして射程 X っていう名前があったんですけど、坊主にしたらゲーハーになりました。まあ坊主にする前から髪の毛薄い薄い言われて、お前ゲーハーゲーハー言われて、あ、ちょっと僕ら坊主にしたら、あ、そんなハゲてねえじゃんみたいな。ただあだ名としてのゲーハー X です。あだ名としてなんですか。すごいインパクト強いな。まあ出落ちキャラです。喋ったらこんな適当な感じです。いやいや、そんなことないです。今日はゲストが来ていただいての、なんか2人の出段バトルやるみたいです。あの3時までで、プラスサダマ、2人のプラスサダマの、総取りバトルです、ね、みたいなんで、とりあえず今僕北斗大取りました。で、何取りました。バイオハザード。バイオハザード。僕のプラン的には安倍氏地獄にはまって、負けて、はい、総取りされるもんなく終了しての、ガンダムに行く予定です。私も結構そのパターンですよ。あの出玉なし、出玉ゼロの状態でのパチンコっていうね。もう負け勝負ですね。そう、負け勝負。お店的には二度と呼ばれなくなるパターンの。呼ばれたいんで勝ちますよ。僕今3連敗してるんで。あ、本当ですか。だいぶ大変なところにいます。ただ7番勝負がね、始まったところなんで切られることはないと思うけど。そうですね。私の次は誰か資格がね。あ、7番勝負らしいです。7番かっこはてな勝負。7番勝負続けば7番4番ぐらいで終わるかもしれないけどって。今のところプラン的には4番まで決まってます。どうなるかわかんないです。ただいつに誰呼ぶとか決まってないけど、目ぼしい人はこれかなっていう。あ、じゃあ第一の資格として今日はです。また気の召したいと思います。すいません、こんな大きさ大事に。いえ。まあ、とりあえずこのパッチの収録はそんな15時までいないんで、結果はブログとかやってますよね。あ、やってます、ブログで。まあその辺は編集の際にキュアルとか入れてくれるか、もしくはブログ名入れて検索してねとかやってくれると思うんで、そこで出すと はずです。編集任せです。まあ外にいるのは暑いんで、はい、もう打ちましょうか。はい、そうですね。こんな感じで本日ちょっと変わった試みで出段バトル始めていきたいと思います。はい、じゃあ実戦いきます。よろしくお願いします。はい、北斗拳朝一ゼロドルからスタートします。まあ何が起こるかはこの安倍氏に聞いてください。はい、スタート。手に入ったぞ。まあとりあえずはね、安倍氏貯めないと話になりませんので、適当に打ってきますよと。スイカは別に来るのは嬉しいけど、チェリーが一発も来ない。いいよ、間違えてスイカで入っちゃって。あら、
スイカがもしかジャグチェリーで入ってくれた。ジャグチェリーかな、タイミング的には。はいはい、ベル、ベル来て、ベル、おい、ベル来ないよね、こういう時に限って。はい、はいはい、レンズ出した方がいいですか。そんな45なんかで行くわけないでしょ。あ、コインがなかった。まあ、天波の潜伏があるかもしれないんで、潜伏に行ってくれてるとタイミング的にはあってもいいですよ。あった、ベル、ナイス、ベル、おし、はいはい、もっと100だよ今のは。お、効率よし。こっち、もう250超えたんで、だいぶ危険なゾーンに行きます。これでまだまだ続いてくれるといいんだけど、ただのリプレイじゃないですかね。強制でした。風、ナイス。残念。ただのサダメの時だからカメラ回ってねえかと思った。カメラ回ってました。やっぱこいつだよね。無理、オフ。多分チャンリップだと思いますけど、ちょっと謎の入り方しちゃった。せーの、これしろっちゅうの。はい、600いっちゃいました。次は900手前まで。おい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 。ちなみに今現在僕以外の台は初当たり引いてます。私一人ぼっち、初当たりなしで取り残されてます。さすが、800何歩での解除はありませんでした。中段ジェリーで天波ゲッツ。1000に行くんでしょうか。赤くなったよ、紫だよ。入った926 926、890何歩の全長込みってこと。
てもうた。黄色のままですね。やっと動画がスタートみたいな感じです。長かった。1時間15分経ってる。11時15分です。あーげー、 ありがとう。ナイス。5個は貯めてほしい。5個でも全然単発あるけど。じゃあ1回目いきます。1回目いきます。はい無理。はい2回目。はい無理。お、無理じゃない。ありがたい。2つで勝てた。勝負玉2個でいけた。ありがたいよ。これはダメだ。第2回戦の上りっすね。はいお疲れちゃん。はいお疲れちゃん。お疲れちゃん。もうとんでもないもんでもなんでもいいよ、来てよ。よしよしよし。弱セリでした。まあ50ゲームはありがたい。ナイス出る。継続しない。まだ400いった。はいお疲れ。よし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 。Yeah.
ーケード3連続。後半ってこと。あーよかった。222回転で790アベス。なんとか持ちコインでいけた。危ない。早いよ、もう青お願いしますよ。あ、よかった、普通にした。程度じゃ来ないか。出る。待ってろよ。キリンガラ。何が来るの？ジャクテリー。ジャクテリーで3個なのか、さっきのベルトをまとめてきたのか分かんない。6個あります。1回目。はい、残念。おお、残念だね。ありがたい。ありがたい。本当にありがたい。5個あります。はい、残念。2発で倒した。ありがたい。追加ですか？だーん。さっきのスイカで来たんじゃん、これ。さっきのスイカでしょ。三陸じゃない。やっと見せますね。やっとまともな動画が撮れましたぜ。頑張ります。頑張りましょう。
まあ1000枚ぐらいサグッと出してもらわないとね。はい、2個それまで見せ場全くなかった。ヘラやれそうですよ。え？ヘラやれそうですよ。もうやるもんない。もう安定です。何もない。安心できねえ。なるほどね。下がっているんですよ。満足。まあ箱使っちゃうかな。余裕持ちすぎかな。よし。ヒットするの？あ、フルスケヒットしたよ。いいんじゃないの？ただ百裂拳がヒットしたから何パーセントあるのか調べてないからわかんない。
方じゃないですか。はい、まもなく4バトル目。持ち玉は9です。おい、はい、はい、サンキュー。一撃。が1個であの演出はね、寂しくなる。はい、12個で5バトル目、1個目です。はい、森2個目、3個目、はい、7つ、8つ、9つ、11、オフ。貴様の信念などそんなものか。オフ。981枚。で、5連の981枚。まくれず。まくれず。150枚まくれず。はい、エンディングのコーナーでございますが、今12時16分、はい、16分、2時間16分しか経っていませんが、はい、とりあえずこの実践動画は終了します。はい、勝負的には3時まで。そうですね、3時まで。3時までですが、途中経過としてここに喋っときますけど、私22本投資の980枚で、150枚ぐらい今ちょっと回しちゃったからマイナスでございます。ちょっと北斗です。ラストで動画にありますけど、13連敗か14連敗かバチです。勝負玉をするっていう。なるほど。私はですね、朝一バイオハザード行ってたんですけど、早々やめて今マハロでそう連チャンしまして、1000枚ぐらいで投資が7000円で買ってます。おっす買ってます。いや、所詮こんなもんですよ。でもあとね、何時間かはね、分かんないじゃないですか。北斗出るの早いから。いや、安倍氏を貯めるゲームなんで、ここからは、ね、コインを出すゲームじゃないです。安倍氏を貯めるゲームです。制覇の入りとかどうなんですか。はね、鈍行列車が結構普通くね、あんまりさっき極端に来ただけで、ガンダムかな。早い早い早い、頑張りましょう。もうちょっとスロットちょっとガンダムが呼んでる気がします。あ、 G ラッシュが B ハイクさんを呼んでる。呼んでる。ここの店で G ラッシュ引いたことないけど今日初 G ラッシュ引いたよね。ねー、まあこの勝負が終わったら G ラッシュに行くはずなんだけど、 G ラッシュもしくはチャンスゾーンそれ単発の方じゃないですかチャンスゾーン。とりあえず終了って感じなんですが、とりあえず結果の方は、この辺に出す予定です。今出てると思います。まだ勝ってますよ。2時間経過で、はい、サマイス的にもう5、600枚の差がついてるのかな。そうですね、うん、まあその辺は致し方ないと後の結果またお互いのブログとかであげるということで、はい、まあここに出しちゃいます。ここに出します。わかりました。まあ
本日どんな感じだったかはブログ見てください。はい、よろしくお願いします。まあ僕がいつも通りですまあスペシャルバトル弾けてね、動画的に尺が取れたんで、聞いたんですか。よかったよかった。怖っ。そんなとこです、はい、以上ティアラでした。お疲れ様でした。お疲れ様。